今朝早く苫小牧で住宅が焼ける火事があり、一人暮らしの90代の女性が軽いけがをしました。火事があったのは苫小牧市春日町3丁目の木造2階建ての一般住宅です。今日午前6時前、この家に住む人から火が出ましたと警察に通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められ、90代とみられる女性が煙を吸い、左足に切り傷を負って病院に運ばれました。命に別状はなく、軽傷とみられます。警察によりますと、女性は一人暮らしで、上に干していたものがストーブに落ちたと話しているということです。現場は JR 苫小牧駅から北東に2キロほどの住宅街で、警察が火の出た原因を調べています。